失敗したって言って諦めちゃいませんか。私たちも絶対まず履けるとこまでは絶対持ってかなきゃいけないって思うし、靴トレというアンドセイリのサービスの中で7つ目のステップに当たります再調整について今日はご紹介していきます。今回は、はい、あんまり普通の靴屋さんはやってなくて、うん、アンドステディではやってる珍しいサービス、はい、再調整サービスですね、はい、靴のについてご紹介したいと思います。わかりました、はい、再調整って、まあ、聞き慣れないかもしれないですけれども、靴を足に合わせて心地よく快適に履ける状態にしてあげるということを総称して再調整と言ってます、はい、けど、まあ、調整でもいいけどね、うんうん、でも、まあ、うちでは再調整サービスとして、ご提案していますと。女性の靴のお悩みを解決するアンドステディです。あなたの靴のお悩みも解決しませんか。詳しくは概要欄まで。これはね、大きく2つに分かれます、まず履き始めの時、この時って皆さん靴をね鳴らすのすごい大変な思いをされることが多いと思います。革が硬かったりとか、そうですよね、そう、こんな細い靴に慣れてないっていう感覚であったりとか、うん、あとはもう本当にね芯が硬い、あ、うん、とうとうですね、うん、でどうしても小指だけ当たるとか、あ、そういうことあると思います、はい、そういう時はもう履けるようになるまでどうぞお越しくださいというのが、まあ、再調整サービスその1、うん、これは3ヶ月間無料でやってる再調整のサービスになります。何度来ても何度来ても無料、そうで、やっぱり1回で例えばほぐせる革の硬さとか、うん、伸ばせるその伸ばし方とかありますからね、うん、革にとっては負担でしかないことだから、あんまりこうやりたくないわけ、うん、本来だったらあなたのお足で靴にね体温で熱を加えながらあなたの足でなじませる伸ばすっていうのがやっぱり無理がないわけですよ、うん、だけどそこをもういろんなね器具を使ってグッと伸ばしたりするので、うん、1日でできる量っていうのは決まってきちゃうんですけど、でもねやっぱりね履けるようになって歩けるようになってくると馴染みっていうのはどん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 進んでいくので、うん、やっぱりね最初履けないっていうのはもうダメですね。足入れができる状態まではもうご一緒して持っていきますので、そういう再調整っていうのがまず第一ステップですね。やっぱなかなか足入れも厳しいみたいな方もいらっしゃいますか。いるいるけど、もうやりようはいくらでもあるんですよ、うん、普通はそこで、あ、失敗したって言って諦めちゃいませんか。諦めちゃいますよね。そうだから、それがダメ、うん、ちっちゃすぎたんだと思っちゃいますもんね。 それはやっぱり日本の方 の、まあ、あの奥ゆかしさ ではあるんですけど、はい、でもねそれって靴屋を甘やかすことでもあるので、履けるようになるまでは、うん、もう何としても食い下がってください。食い下がる、はい、それぐらいでいいと思うよ。うん、本当にだからだってそこまで履けない靴は最初に売っちゃいけないんだもん。そうですよね、うん、だから履けない理由っていうのが明確になくてはいけないですよ。一応前提は履き直してっていうことじゃないですか、はい、何日間かけてちょっとずつ履く時間を増やしていくってことですけど、基本はやっぱり1週間はお家の中、2週目は近所の往復、うん、で3週目から本格的にお願いしますっていうふうに言ってますけどね、うん、まずこの時間がなんか耐えられない人も結構多いので、あ、そうですね、そう、翌日からね履ける靴っていうのはないので、はい、うん、それはご提供できませんので、うん、足からずということですけどね。なるほど、これが一つ目の、そう、再調整で、ここは無料ですよと、うん、だけど今度じゃあ快適に、随分快適に歩けましたと、はい、もう本当もう歩きやすくて歩きやすくて毎日これ履き続けちゃいました、うん、そしたら今度またここがタコできてきました、うん、みたいなことになる。あ、そうなんですね、はい、それはなぜか、はい、今度は革が伸びすぎちゃった、もしくは足が締まって細くなっちゃった。わかりますか。ここでまたすごい大きいギャップが出てくる。でそのすごくね快適に履けてる期間をハネムーン期間というふうに私たちは呼んでますけど、うん、まあ、これが長ければ長いほどいいわけじゃないですか。そうですね。でも無茶にもう特にねサボとかなんか毎日履いちゃったらすぐ伸びちゃいますからね。でもそういう靴を私たちは山のように見てきますからだから1日履いたら本当は2日休ませてくださいとお願いしてるんだけど、はい、
まあ、履けるようになってからこのハネムーン期間がどれぐらい続くかっていうのはその方の履き方、うん、履く頻度、履く時間、歩き方もろもろがあって、あ、ここでハネムーン終わったってなるわけですよ。ついね、履いちゃうんですよね。そうでこれ、あ、もうダメかしらと思うじゃないですか。そうです。だけどそこでもう一回持ってきてくださいというのが、はい、アンドステリーですね。あの靴トレの8つのステップっていうのがありまして、はい、これの7つ目のステップにこの再調整っていうのがあります。はい、ハネムーン期間が終わった靴も持ち込んでいただいて、はい、例えばアッパーとかがまだ全然平気、うん、底材とか の, その靴のパーツも全然平気、うん、だったらもうちょっとキュキュッとさせて、うん、またフィットした状態に戻して履けるかもしれませんよという再調整です。そう、ここがだからうちのまたノウハウだったりしますけども、まあ、インソールとか使って、まあ、足にフィットさせていくっていうことですよね。うん、そんなことできちゃうんですね。できちゃう、ある程度ね。だから例えばね、 2E の靴を 2A の人の足に合わせることはちょっと難しいわけですよ。ものすごく乗り越えなきゃいけないワイズがたくさんあるから。そうですよね。だけど例えば 2A で作った靴が、うん、お足が締まってね、トリプル A になっちゃったっていう場合は、このワンワイズぐらいだったらどうにかなるわけ。あ、そうなんですね。埋められる、うん、靴もある。埋められない靴もある、言っとくけれど、はい、かもしれない。そう、うん、だけどそこら辺は足との相性を見たり、うん、でやっぱりぐらつきが大きい人ってアッパーの皮もめちゃくちゃ伸びるわけですよ、うん、そういう人は詰めても詰めても調整しても調整してももうダメでしょうね。その場合はもうやっぱ買い替えでしかないと。買い替えをおすすめすると思う、ね、やっぱり靴の、まあ、状態がひどかったら、はい、クリーニング出した方がいいですねとかちょっとソールだけ変えた方がいいですねとか、うん、そういうご提案ももちろんしますしね、うん、靴の手入れの方は、手入れっていうか、はいはい、修理、うん、とかはまた別の動画で、はい、そうですね、以前配信しているので、はい、そちらを見ていただければと思います、はい、だから手を入れれば長持ちを、ね、まあ、する場合もあるし、うん、あんまり意味ない場合もある。だから目では見えないけど、あ、芯材が割れてるねとか、あ、これシャンクが曲がっちゃってるとか、そういうこともあるよね。あれ、歩きにくくなったなって思ったら一回再調整で来ていただくのが一番確実かなと思いますね。復活率はどれぐらいなんですか、ちなみに。いや、でも五分五分。あ、でも半分もしかしたらまだいけるかもしれない。はい、ちなみにサンダル系はほぼダメでしょうね。革の量みたいな。そうです、もうね、調整できないじゃないですか、そもそも。そう、もうかかともつま先も見えちゃってるから、うん、だからインソールそもそも入れられないんですよね、あの靴に。そうですよね、うん、まあ、サンダルはあんまりダメで、うん、でまあスニーカーはそこそこ大丈夫。スニーカーとかレースアップとか足覆ってくれるじゃないですか、はい、そういう靴はやっぱりインソールとか効きやすいから、うん、まあ大丈夫かな。なるほど。うん、パンプスって甲が丸ってあるじゃないですか、はい、だから入れても入れても効きが悪い。そう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 、ね、そういうのを見てもらうとだんだん分かってくるかなと思いますね。革、うん、の量にちょっと比例しますかね。じゃあ一概に何パーセントっていうのはちょっと言いづらいって感じですね、うん、なるほど。こちらは有料ですよね。そう、そこまで履いた後は有料になります。有料といっても、まあ、せいぜい3,000円ぐらいじゃないですか。あ、そうなんですね、うん、そこはまあちょっといろいろ技術料だと思っていただいて、もちろん修理代とか別にかかってくると。ところですけれどもね、修理が必要な場合は、うん、必要な場合は、うん、それは状態によって値段は違う。これもまた一概にはできない。そう、でもソールのオールソールでも1万円ぐらいのものだから、うん、そんなに高くはないじゃないですか。あ、そうだ、ね、うん、と思います。でそれもだからうちでやった方がいいのか、うん、あとは他の普通の修理店さんにやってもらった方がいいのか、うん、早いのか安いのかっていうところもちゃんと判断してお伝えします、ね。やっぱお客様はアンドセディのお客様は再調整サービスは利用してますか？いや、めちゃくちゃしますよね。私たちも絶対まず履けるとこまでは絶対持ってかなきゃいけないって思うし、でその後
やっぱりせっかくあの調子よくなると皆さん足の状態が悪かった時のことを忘れるんですよ。で忘れて半年ぐらい経った頃あれまたタコができたみたいなのでいらっしゃいますよね、うん、そういえばってで測るとあ全然足変わってますよねっていう風になる。でその時また別の靴を履く、あワイズが2つ下がっちゃったねみたいな、そういうことが多いです。そうやって靴取りはこうぐる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 回していく。ご購入されたお客様は、はい、再調整サービスを積極的に利用していただける。そうです、あの足の変化とやっぱり靴の変化と両方見ていかないとね、そこをこう見えないところですので、だから靴をね購入したらそれで終わりじゃないんですよね。そこから3ヶ月は自分の足と靴の状態をぜひしっかり見つめる期間にしていただきたいですね。もう買って終わりって、履かないで終わりみたいな人も結構いるので、ね、そういうエピソード結構いろいろありそうなので、そうぜひコメントに書き込んでいただければ、はいはい、お願いします。はい、ということで再調整サービスをどんどん活用していただければと思います。はい、はい、それでは今回もありがとうございました。はい、ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。